はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？見ての通り片付け作業中でございます。今回はじゃじゃーん、業務連絡でございます。ウィルソン A2K1786 サドルタンとブラックのコンビネーションが綺麗なこのグラブのご依頼をいただきましてありがとうございます。その中間報告とその後せっかくですので、グラブ紹介もしていきたいかなというふうに思う次第でございます。まずはお客様のリクエスト、フィンガーシフトで指出さないという手入れ、こんな感じですね。はい。それから閉じは1786自然な閉じをということで、これぐらい、これぐらいですね。はい。だいぶ叩いたんでシェイプも良くなってきてますけれども、指間ちょっとねリクエストで事前に調整しましたけれども、あとはもうちょっと柔らかくということで、お客様こちら軟式草野球で使われるということで、軟式球に合わせた柔らかさということで、今日ちょっと報告しときますね。だいぶ柔らかいんだけど、もうちょっと叩きますけど、奥手前奥手前奥手前パクパクパク、こんな感じです。かっこいいですよね。はい、ということでここまでが業務連絡でございます。そうしましたら皆さんお楽しみのグラブ紹介やっていきましょう。それではどうぞ。はい、じゃあ説明していきますね。ウィルソン A2K ですから上位モデルですね。型は土定番内野主要11と2分の1インチの1786、このハーフの折り返しが特徴的でございますが、こちらが USA ベストセラーの内野手グラブと言われているものでございます。そのうちの A2K ですから、このサドルタンの、ね、シェルパーム見ていただくと分かるんですが、トップ 5% プロストックの中のトップ 5% を使用した非常に上品な革でございます。ここに書いてあるプロストックセレクトですね。プロストックはいい革なんですけど、その中のまたトップの 5% を使っております。それで A2K は製造はこちらアクネメイドインジャパンでございますね。かっこいいなこのフォルムシェイプね。はい。カラーは今見ていただいたシェルパームがサドルタンですね。綺麗でございます。でシェルバックはサドルタンのプロストックレザーとスーパースキンのコンビネーション、これもまたね効いてますよね。黒のスーパースキンがね。ウェブは定番の H ウェブ、真っ黒黒にソーイングスレッド、縫い糸カラーはホワイトでございます。ラベルもブラックホワイトの組み合わせ。そのホワイトなんですけど、これウェルティングバインディング、ハミとヘリですね。白が効いてますね、ホワイトがね。美しいフォルムを余計強調するようなこのカラーリング、かっこいいです。で、ライニングの方はというとね、これちょっと A2K 上品な感じになっておりますけれども、もちろん親指はふかふかのフィット構造になっておりますし、しっとりした内張り、それから指間のところはサドルタンとブラックのコンビネーションで構成されております。で、エアフローですね。はい。もう公式球だったらベースボールだったらバッチリですね。もうピタッと掴める感じの仕上がりでございます。
本当にこのシェイプがかっこいいよね。おー素晴らしい。かっこいい。今日は簡単ではございますが、中間報告、業務連絡とグラブ紹介でございました。また引き続き完成に向けて片付け頑張りたいと思います。それでは皆さん、さようなら。